行禅寺は、東京都世田谷区世田一丁目にある浄土宗の寺院。正名は、資産性光院行禅寺。第三道に面しており、世帯石及び小田原北条家の家臣、長崎氏が居住した、世田城跡とされる地域の一角に位置する。永六年間、または1590年に、北条氏直進の長崎予守、茂光夫氏がこの地に移住した際、 小田原の菩提書道栄寺を移転したのが発祥である。その際重厚の方法である行前をとって行前寺と名付けられた。玉川の洪水の難を避けるため、1626年頃に大地上の開発が行われ、そこへ移転した。この大地は眺望が極めて良いことで知られ、付近の風景は玉川八景や行前寺八景として知られていた。 行前寺の建物は1886年の火災で消失し、その際多くの寺宝も失われた。その後木造の寺が再建されたが、1964年11月に本堂、客殿などが現代風の鉄筋に新築された。行前寺八景と刻まれたヒ世田の高台にあり、富士山や多摩川を展望できる場所であったことから、行前寺八景と呼ばれていた。 江口忠房の紀行文、瀬田古歴には、行禅寺八景の源となった歌が記されている。猫塚かつて、多摩川で、あゆ漁が行われており花町として盛んだった頃に、三見線も作るために川を取られた猫の供養として、作られた。当時は、料亭街の中にあったが境内に移された。世田谷区の名木百選に指定されている。 1876年の火災で消失せずに残った。混流年代は木花の家門等から江戸末期と推定されている。鎌倉木に作られた阿弥陀如来座像が本尊である。右足を外にして結果不座する。1886年の火災で寺が全焼した際に本尊は救出されており、その後この旧本尊が体内に収められて座像が心臓されたと、 考えられている。1962年頃に失敗が施された。1886年の火災で消失するまでは、時報である玉川出現クの契約紙などがあった。ありがとうございます。